ニー先生のことリスペクトしてるんです。今後はソウルもテクニックももっともっとジョニー先生に近づきたいと思います。もうすぐ初めてのプレミアムドレスを出すって噂なんです。絶対に着たい。私大好きだったサニー&ジョニーにもう一度一緒に踊ってほしい。もう一度チームになってほしい。バカ者！あんな男許せ。自分はな、少しは。バカ者！それなのにあいつ。バカ者！ん？あんな男許せ！どれ？ん？バカ者！話を聞かんか。じゃあ私も。じゃあ私もパソコン借りようかな。私も別に用ないです。言ってることコロコロ変わって、生徒会長がそんなことでいいんですか？いいな、私も変わりたい。いいですよ、別に嫌なわけじゃないですし、それに興味がないって言ったら嘘だし。このお方、一つお伺いしたいことがございまして。この辺りに人々の集いしところはありませんか？うむ、私を求めるのはここからでした。貸してそのゲーム。え、新しいの買ったの？3日か。3日かけてまだ一面やってんだ。クリアする頃には成人かな。私が一面貸して。絶対に後悔させるから。子供みたい。将来 SE になるのだけはやめておこう。ちょっとグーでパンチしてもいいかな。私だって諦めたくなかった。苦しんでくれてる友達がいる。またバレエに戻るために